激しい死闘の末グリム城を倒したイチゴだが行き着く。行くぜ。離れんなよ、ヤチル。さてと、あの野郎はどこだ。
ていきな。まあ寝起きの運動くらいにはなるだろうぜ。へっ、名はなんだ死神。11番隊隊長ザラキケンパチ。クイントエスパーだ、ノイトラジルガだ。剣だな死神。来いよ、全員で戦っても良さそうだ。やれやれ、久しぶりにやってみるか、剣道ってのをよ。なんだてめえのその艦隊は。来るだよ、この艦隊で霊圧に封をして抑え込んでんだ。戦いをじっくり味わうためにな。終わりだぜ死神。何が終わりだ、こっからだ、楽しいとこはよ。さあ始めようぜエスパーだ。どうもようやく慣れてきたみたいだな、てめえの硬さに。よ、慣れだと。そんなんでこの俺を切れるってのか。最近チーッとなまってたもんだよ、覚悟を忘れちまってたみたいだな。ありがとうよ、おかげでいい肩回しになったぜ。礼はこの剣で返させてくれや。何なんだこいつは。俺の手を切ってる、やつの手を血を流してる。なのにこいつは切っても切っても切り返してきた。俺が最強、最強だ。目障りなんだよ、さっさと死ね。知ってるか、カイテンは片手で振るより両手で振った方が強いんだぞ。何言ってやがんだてめえ。そんなの分かり知ってんだろうが。知らねえだろう、どのくらい強さが違うのか。いい霊圧だ、久しぶりだぜ。霊圧で刃が壊れてくみてえな、こういう感覚はよ。